こんにちは。こんにちは。天気がね、ちょっとなんか暑くなったり寒くなったりでね、うん、ちょっとおかしいで、うちの梅の花もね、もうほとんど終わっちゃいました。あ、うん、ちょっと早く今年咲いたみたいですよ。はい。で、今年心配してるのは、春一番ってこの間ついたんですね。かなり強い風が吹いて、うん、はい、これからね、4月、5月になるとね、風が強く吹きます。植え替えの時期入っていますよね、うん、で植え替えの上ってただこう棚の上を置いておいたんじゃ風でね飛ばされてひっくり返っちゃうんですよ、はい、で何回も私枯らしたことあるんですけど植え替えたばっかりですとね土がみんな飛んでっちゃう、うん、落っこっちゃった。それ知らないで置いておくと木が枯れて、なるほど、それ何回もありました。だから4月終わりから5月ぐらいっていうのは風気をつけた方がいいんじゃないかなと思います、うん、そうですね、うん、これからもう忙しくなる時期なんでね、その前に心拍も、こう心拍あるんですけどね、心拍今日これやろうと思うんですけど、はい、心拍ももう動き出して、うん、針金かけてねじったりしないようにした方がいいです、もう暖かくなったらね。あ、もうそろそろ、うん、ただこう下げたり上げたりちょっとシャリつけるのはいいと思いますけど、はい、ひねりこれ弱いと思いますんでね、うん、暖かくなったらやっぱり他のことやった方がいいと思いますよ、はい、で今回はねこの心拍、はい、これなかなかね模様が細かくついてるんですよこれ、うん、面白い。それで細くてこう小さいのができると思うんです、はい、で今回ね構想としては圏外、圏外一番作りやすい圏外、うん、圏外でこう作っていってみようかなと思います。で一回ねこのままだとねこう木が鉢にここに立ち上がりとかくっついてこないんですよね、はい、だから一回抜いてそれからもっとこうグッてこう下げられるよ、近くで。で一回こう鉢に抜いてからそれから針金をかけてこう静止していきたいと思います、はい、ちょっとこれ抜いちゃいますね。抜いちゃいます。これは立春盆栽大市で買いました。どこ？立春盆栽大市、国風店の。国風店の結構いっぱいありましたけどね、先生が作りそうだなと思って買ってきた。うん、いいじゃないこれ。いいですよね。ちょっとシャリ入れたらまた面白くなるんですよ。そうですね、うん、来年ってこう針金外した時外してね、うん、こうやって細いシャリ入れてったらね結構見られる木になるんじゃないかと思います。そうですね。先生が前作った木に近いですか？カンタさんが針金かけたやつ。ん？先生が作った木をカンタさんが針金かけたじゃないですか、うんうんうん、あれに近いですか？あ、それでね今日私持ってたのそういうの。え？シャリ入れたやつ。はい、ちょっと見てください。わかりました。うん、太さは、あ、大体似てるな、これ。うん、大体太さは似てるもんね。そうですね、シャリが。この木もね、この木もこういう風にね、うん、3分の1ぐらいで水水残して、うん、シャリ入れてったらいいんじゃないかなと思います。これそうですね、うん、でこの木はね、うん、私が挿し木してもう何十年って持ってるやつ、はいはい、で去年の暑さで洗いちゃったんですよこれ、うん、葉っぱがねそうこうやって見たでしょ、うん、もうダメかなと思ってたけどね、元気になってるじゃないですか。先端は出始めてきた。だから少しこれ培養してね、こういう方がここまでいかないけどね、うんうん、もうちょっとひょろひょろっとした木でこれは作っていこうかなと思って。そうですね、シャリがいいですねやっぱね、こういうとことか、うん、こういうシャリが入ればね、うん、これ全然シャリがある。心拍は、はい、シャリがあるのとないの全然違うと思うんだよね、うん、ゆくゆくはこういうシャリを入れていくと、うん、これゆくゆくはね、太さも大体同じぐらいだからこういうシャリが入ると思います、はい、でちょっとこれ巻いてきますね、はい、でちょっとこの角だけ落としてきます、はい、土は落とさないですから角落として、これがもっとここに近づけるようにこの部分ちょっと落とします。はい、じゃあ針金は根元からかける。根元から、あ、根元からだ、こうやって下げるからね。そうですよね。それでこれ未生らしいです。未生？未生らしい。嘘だこれ本当にあんま聞かないですよね。未生の心拍だよって言われました。心拍の実っていうのはあれ種まけばこうなるのかね。なるんですか。あんま聞かないですよね、うん、まあ挿し木が簡単だからっていうのがあるからかもしれないけど、未生って心拍の実みんな取っちゃうからね。そうですね、うん、だから山鳥なんかなとか思いながら
まあ1年で硫黄島で行かないからね、うん、2年経っても行かないと思うんだよ。だから古いって言ってました。これ古いですよ、うん、古い木ってのはね、あの彫刻入れてみると分かんない。これ硬いと、もうこう芯がね細いんで新しい木、白いところが多くてね、はいはい、その彫刻がうまくいかないと。これ古い木だとね、芯がちょっと太ってるから、うん、その通りに削っていけばいいんですけどね。普通のあの根巻きのやつ忘れてきちゃった、ね、はい、うん、これ何ですか。まあ、街路樹なんかに巻く保護するやつ。保護するやつ、うん、朝の何て言うんだっけな、これ根巻きじゃないんだ、何だろうな幹に巻くやつ、はいはいはい、なんかたまに見ますよねこれ巻いとけばね、あ、土が崩れないから、はい、うん、これ植え替えまでね、このままで大丈夫ですかね、鉢入れなくたって、はい、ちょっとね、鉢がちょうどいいのがないんですよね、こういう県外ってね、うん、鉢、青鉢探すのは大変ですよ、うん、大変なんですよ。丸がいいですか、四角角でもいいんじゃない、あの下方の角鉢みたいな、下方の角鉢、細長い、うん、切った地で縁がないやつのがあると思うんだよね、これね、縁がないね、そうですね、縁があるとかなりこう鉢が強く見えちゃうもんね、うん、ないものは作るしかないので、うん、作ってみよう、作ろうかなと。たたらですよね。手芸とか作ってんの。手芸もたまにやる、はい、今心拍やってる人結構多いから、はい、手芸の鉢って欲しがんじゃないの。そう、深い鉢、下方鉢、こういうの、うん、そうそう、ないんですよ、ね、あ、ないんだよ。正面を切りましたけどね、はい、これかな、うん、今の構想としてはこれがガーッと下に降りてくる、はいはい、こっちがこう枝なんですね、これね、うん、こう枝、はいはい、これがこう上にクッとこう上がってきてもいいかなっていう、こう上がってき、ちょっとここがちょっと長いけどな、長いですね、これだから頭がない、こっち正面だと頭がないんですよね。ここでこう作るか、ここがね、ここへ分かりやすいですよね。でこれを2本でこう持ってくるとかね、うん、ちょっと針金かけてから決めますか。まずここを寄せることが大事だ、うん、はい、でちょっとね少し葉っぱが多いんで抜いてきます。ちょっと上の方だけで、下の方が結構細いからね、これね。この黄色いのは何ですか。これ実がなってるんでしょ。これ実がなってる、実がなってる、うん、普通これ取ってますからね。そうですね、心拍の種って巻いたことないからね。うん、この掃除は分かれ目をきれいにしてます。分かれ目きれいにします。これこういうところ、ここですね、ここ分かれ目だから、これは見えるようにしてます。あんまり取るとね、ここなくなっちゃうんで、あ、こういいや、これ、こういうところにありますよね、これね、これが小枝になるから、はい、とここが余分になっています、これ、うん、でこれ取っちゃいます。ちょっと近すぎるかな、うん、同じ位置に出てるから、うん、交互に出してきます。じゃあ針金入んないんでね、はい、枝は右左に、うん、右左 でちょっとわからないところは残しておきますからね、はい、で針金かけながら抜いていきます。はい、この間に針金ずっと取ってきますからね、うん、でこれはちょっと枝が長いと思うんですよ、はい、かけてからこう詰めていきますからね、うん、今の時点でやる大体、うん、弱いで抜きますか、これ、はい、まあ、勘抜きになってますよね、うん、これとこれ枝なんないですよ、こういうの、ここ細いの、はいはいはい、これが枝になりかけてる、ここ、うんうん、でこれ残してここからスタートします。これあんまり抜かないで、ちょっと抜く場所は分からないですよ、これ、うんうん、どれ抜いていいか分からない、でこのまま残しておきます。はい、この辺に枝が欲しいですよね、うんうん、であと先端に2つぐらいあればこの木がちゃんとできるかなっていう感じですから、うん、でそれは残して針金かけてから、こう先端とね、こう飛び出してなりますからね、こういうのね、こういうのもあの針金かけてから外していこうと思います。はい、大体大雑把にあの葉っぱが整理しました、はい、結構ね細い枝でこう間延びしてるんですね、これ見るとね、うん、そうですね、だから少しこれ針金かけてその後培養した方がいいんじゃないかと思います。この元の方に少し芽が吹いた方がいいと思います。こういうところをこう間延びしてますんでね、なるほど、であと目摘みやっておけばこういうところ出てくると思う、うん、じゃあ針金かけてきます。はい、
16番か、どうせんな。どうせしばらくやってないんでね。うん、分からないですね。でもアルミ製の楽なやつしかかけてないけど。うん、風船は曲げる角に。もうこれシャリ入ってるな、ここね。入ってますね。これ辿ってけんだよね。そうですね。一回針金外したら角に当てます。少しね、細かくかけてきます、針金。はい。先生、こういう木好きですよね。うん、こういう木好きですよね。好き、うんうん、こんもりした木好きじゃない。うん、これ筋が見えないとね。そうですね。 線が見えないと細い系好きだね。うん、こういうの見てて飽きないからね。うん、どうに作ろうかなっていろいろ考えててね、また次の構想も出てくるから。これね、これなぜ心拍好きかっていうとね、はい、一応基本はあるけど、うん、その人の個性っていうのは出てくると思うね。なるほど。作るっていう人の基本プラスなんかのこう個性みたいなのが作れるから好きなんですよ、これね。なるほど。心拍は、まあ、先生の気すぐ分かりますもんね。だけどね、もう心拍ばっかりになっちゃった。あ、いいじゃん。前はね、五葉松だったばっかりだった。うん、もうほとんどなくなっちゃってね、あと心拍になっちゃった。なるほど。これ時間かかるでしょ。そうですね。それとあの彫刻するんだって1日2日じゃできないからね。うん、これね、もう楽しみの一つですよ。なるほど。楽しみもいいけどね、これもちょっと病気しちゃってね、はいはい、1日ぐらい寝込んじゃった。うん、で春の、風はそんなになかったのか、寒い日でね、もう4日間ぐらい水やらなかった。水やるできなかった。あ、はいはい。でこう生き物飼ってるさ、犬とかね、猫とか飼ってんの、うん、猫はそんな行動力で、うん、まあまあ、餌とかつないで飼ってないからいいけどね、犬なんかでああいうつないで飼ってんのもいいですよ。ね、そうですよね。だから飼い主がね、具合悪くなったらね、すぐダメになるわ。うん、枯れかかってても、ね、出てきたからね、やっぱりね、健康がな、健康が大事、飼い主の健康が一番大事だと思うんですよ。そうですね。そしてもうダメだと思ったら早いうちに処分しないと。うん、盆栽とかも、うん、うん、もう水やんなかったら4日経つとダメになるな、ね。そうですね、4日はさすがに。普段ね、だいたい2日おきぐらいで絶対だ。めんどくさいから。はいはい。めんどくさいって言うともうね、ダメだって。年寄りの言葉なんだって、めんどくさいって。そうなんだ。はい。これ、この模様っていうのはね、私が前やったね、こうやって針金持ってこうやってグーって言って、はいはいはい、そういう模様ですよ、これ。あ、これは普通の曲げる模様でしょ、はい、ここがちょっと違うと思う、これ。うん、オウム型をこう曲げるやつですね。そうそうそう、オウム型、うん、これオウム型でしょ。で、ここで多分こう曲げてると思う。うん、同じ曲げ方だ。うん、これはオウムですからね、うん、ここに曲げてると思う。立体的に見えるんですね。そう、2本いっぺんに曲げてると思う。だと思うんだけどね。うん、いや、でも同じ形です。うん、これその指、こう、ここにちょっと隙間開かないでね、うん、巻いてくるから。そうですね。ただこうやって巻いてすると、このカーブを作ってやるのが重要かなと思ってさ。特に銅線だとそうですね。そう、銅線だ。で、今度硬くなると銅線もさ、スプリングみたいに戻っちゃうんだね。うん、なるほど。だその曲げ方もね、ちょっといろいろやってみたら、ね、この道具使わないとダメだね。ここをグーッと縮めてきますから、はい、こんぐらい来るまで、うん、ちょっと縛るようだな、これ。ここ縛りますかね、ここ、はい、ここがちょっと開いてるんですよね。だからこれを締めてくればもっとこう来るかな、うんうん、でもう一箇所ここ下げますから、はい、足元ちょっときつめにきます。これだけ緩んだね。うん、大丈夫だ。緩みました。いや、これ外れたね。うん、ピクッとした。怖さがあった。はいはい。
もうちょっといか。もうちょっといくんですね。この位置で、うん、だいぶ下に行きましたね。真下だわ。で、ここ縛っちゃうな、はい、伸びないよね。先生、正面は決まったんですか。やっぱり、これ頭持ってこっか、これ。あ、それを、うん、裏側のやつを頭に。ということで、正面はこっち側、うん、この辺に来るかな。正面はこっち側でいいですか。もうちょっとこう上げて。正面はこっちでいいですか。正面はね、ちょっとまだ。あ、まだわかんないです、うん、いや、こっちなのかわかんない。こっち後ろ枝だもんね。ちょっとこう上げてみてから。わかりました。じゃあその頭のある方、ここが見える、うんうん、これが裏枝になるんですかね。これ裏枝になるな、うん、頭も この辺で成り行きだね、これね。長すぎますもんね、うん、ここが長いんだよ。だからこの辺を頭にして、でこれ差し枝かな。これはもっと下に下がってくるから、うん、今日後ろがすごい気をやってます。今週の九州郎でした。早かった。いやちょうどいい。ちょうどいい。はい、先生、細い針金をかけてますか。うん、細いな。はい。先生のに20ばっか。はい。枝先を針金かけてます。針金かけで終わりですね、今日は。これ頭で持ってくるから。はい。仮の頭だね。仮の頭。あ、そっち。あ、結局こっち正面したんですか、じゃあ。ん？正面こっち？あ、そっちで、それを頭に持ってくるんだ。こっちだな。これをこっち側出しちゃおうか。うん。ここへ。来るかな。うん、後ろのやつは前に出して。ここで回るぞ。結構厳しい仕事してます。こう正面、うん、はい、流れるような、ちょっと回してみますか。こう切るか、うん、これの方が奥行きがあるかな。頭が先端向こう向いちゃった。そうですね、こっちでも良さそう。こっちの流れいいかもしれないね。するといや、ここはあんまり良くなくなってくるね、うん、正面逆になる。こう2つうまくできてると思う。ちょっとこれこっち向ける。あ、こっち正面こっちになった。こっちでもいい、うん、こっちと、こっちこっちの方がいいかな、これ。どっちもいけると、まあ、これからだね。そうですね、うん、こう右の流れはずっとこう線で見られると思う。でだってこれで、でこう先端は上げときます、うん、はい。これ下がってるとね、もうだんだん下から軽くいっちゃうから、うんうん、で先端は上げてきます。これも上がってます、はい、でこの幹の流れでずっと向いていく。で枝はただ下でだらって下げるんじゃなくて、勢いつけるために上、だいたい上向いてますよ、これ、はい、最後ですね、うん、先端を元気なように見せるためにね、うん、これが下、だいたいね、普通こう下下げて作っちゃうんですよ、はい、ここに目先だけでもね、上向いてないと木の勢いっていうのが出ないですからね、うんうん、私はこの先端でも上をグッと上げてる、はい、これ作ってます。するとこっちが2番目の枝、はい、だいたい太さの対比っていうのがいいと思うんですよ、これは。そうですね、うん、これ太くて、こっち枝がちょっと細くて下へグッと垂れ下がってる、うん、厳しさは出てると思いますね、うん、出てますね。で模様もいいですからね、これね、はい、だいたい見どころ、この辺とこの、そしてあとなだらかにしたらずっと流れてくるっていう、うん、それ線で見るべきだと思います。これなんかやっぱ崖に生えてそうな感じしますね、うんうん、あと鉢ね、鉢ねちょっと このぐらいの鉢でもいいと思うんだよね、うん、木が細いんで、細い、鉢も細い方がいいですか。鉢もこう縁がなくて細い、木立ちの、うん、下方かなんかの鉢だったかな。なるほど。
それから今度半分ぐらいの鉢でもいいと思うんですよ、うん、丸で丸ならあるかもしれない。丸鉢でもあると思うんですけど、丸のが優しいかもわかんない、うん、そうですね。だとこう線が出ちゃうからね、シャリと植え替えぐらいですか。シャリはね、これ来年でしょ。大体針金外すのは1年くらいこのまして、ちょっと間延びしてる形なんで、うんうん、培養して葉っぱがきちっと固まってまとめられるようになって、それから針金外してでシャリ入れた方がいいと思います。なるほど。今このままもう針金かけちゃったんでね、シャリは入れたんなんですけどね、うん、外したらさっき見た私が作ったあの、うんうん、ああいうシャリを入れていけばこのかなりあの迫力が出ると思いますよ。小さいけど、まあ、正面はねこっちになるかこっちになるか、それはあの、うん、結構きつくやってるんで枯れる枝も出てくると思うんですよ、はい、それからまたシャリ入れて正面がまた変わってきたりするんで、うん、それはもう最初の正面でそのまま作っていける盆栽っていうのはこういう細い木ではないと思うんですよね、うん、だからこれで一応培養して木が落ち着いてから針金外してシャリ入れてください、はい、うん、そうにしたらいいかなと思います、うん、まあまあ以上です。終わりで、はいはい、先生ありがとうございます、はい、あれここだ、ここか、うん、ここだとここだな、うん、継続時にはトップ陣でトップ陣の方がいいと思いますよ。造形にこれ使っちゃダメだけどね。あ、そうなんですか。こうなっちゃう。造形の切り口これ塗ってみな。うん、どうなっちゃう。やってみるとすごくなるから。すごい。どうなるか教えてもらえると。モミジにね、はい、これやったらね、すごいコブができちゃって。ああ、太っちゃうってこと。コブ塗ったところがポーって出ちゃうから。造形に使わない方がいいですよ。造形はあのカットパスのがいい。うんうん、いいですね、うん、ここ生きてるから。ありがとうございます、はい。